安全なとこ出るまでは雨はないです。そうですか、うん、ポップが唸ってるからダメ。1、2、3、怖いな、出てきそう。バーンって左大丈夫、終わった後にそのまま続行するイメージだったけど。よし、よし、今日の感染者数2位終わった。5000はこれ超えてるだえ、5台目、まさかその後ろも左折だったら笑うよ。これ違ったね。あ、それ違うんだ。
残念なんかちょっと連なってて面白かったからそんな左折来るってぐらい。一番いい、楽しいし、なんか多分走ってて安全だと思う、うん、雨の日でも何でも。今日みたいな日は雲海とかが見れそう。なんかでけえトラック、そんなにすげえ圧があるなと思ったら左後ろ なんかすげえ圧があった。でっけえトラック、
こうやって自分の夏休みとかさ、ずっと家といれるの幸せっしょ。うん、でっけえこの軽自動車の後ろにいたんだけど、あ、いた、来た来た来た、なんか結構でかく感じたけど、あ、なんかでけえよ、あ、相当でけえよ、あ、なんかこういう系前も見たような気がするの。うん、でもあれだよね、もう運び終わって帰るから楽だよね、これね、軽い。所沢か、じゃあこのまま同じルートなんじゃない途中。救急車はどっから来てんの。先に進みたかったのかな。それでうちらが止まっててその隙間行ってもらった方がいいって考えにしたの。でもあんなでかいトラック動かない方が良くない逆に。うん、だね。で、うん、もうトラック動かないんだよって。それで進まないと。うん、止まってて。来てるよ。さっきのトラックと意思疎通うまくいかなかった。悪気はなかったと思う、あのトラックも。次は動かなかったから、多分同じ気持ちで動かしたら、あっと思って塞いじゃったみたいになったね、逆に。そうな、よりよってこんなでかいトラックが2台いたもんね。同じ会社のトラックじゃん、これ。しょうがない、これはもうしょうがない。荷物運んでる。同じ会社のトラックだ。大変。でもまだ救急車あそこで止まってんの。なんか心配になっちゃうよね。救急車はまだ目の前見えてると。進めてないんだよ。さらにトラックがいいのかな。急変して重症化になって救急車に運ばれたけど、うん、全然病院が見つからなくて、なんか、あ、都内の人ね、うん、受け入れてもらえたとこ埼玉で、うん、もうだから現状そういった意味でも本当に医療崩壊してない。コロナ、ワクチン打てないじゃん。だからコロナ患者の受け入れもできなくなってきてるし、裏を返せば普通の病気とかコロナじゃなくて緊急搬送された時に
すぐに受け入れてもらえる病院がないってことだから恐ろしい現状なんだよね。それが本当の医療崩壊だからね、うん、コロナ患者の入院を受け入れられないのが医療崩壊じゃなくてさ、一般の病気とかの時に受け入れられないことが本当の医療崩壊だもんね。でもなっちゃってるんでしょ、東京はすでに、うん、なんかその埼玉の受け入れてたそうでかい病院の教授って書いてあった人も、でももうこの病院ももうすぐいっぱいになってしまうって言ってた、受け入れが。で今一番1年近くその患者見てて思ったのこう今第5波の怖いなってところは、うん、やっぱその若い感染者が非常に多いんだって、うん、まあ、ニュースで見てる通りじゃん。でその感染して重症化してる人がみんな基礎疾患が全然ない健康体なんだって、うん、だからそれが一番怖いって言ってた。だから自分が今こうやって患者見てるけどもうリスク高い状態より一層今までの日じゃないぐらいです。本当に健康体でも簡単に重症化するのが今回のデルタ株の恐ろしいところっぽい。させられた時今度運営訴えられることできるから、問い合わせからまたしてくれって言ってたよね、うん、まあなんか ID商品の ID 入れてってやつでしょ。その他だ。信号変わったでいい。